今年の文化勲章は、元日本サッカー協会会長で J リーグ創設などに尽力した川淵三郎さんや、狂言師の野村万作さん、ローマ人の物語などで知られる作家の塩野七海さんら7人が受賞しました。皇居宮殿の正殿松の間で行われた親授式では、天皇陛下から受賞者に文化勲章が手渡されました。その後、陛下は長年努力を重ね、大きな業績を収められ、文化の向上に尽くされたことを誠に喜ばしく思いますとお祝いの言葉を述べられました。その後、陛下は高齢の受賞者らに対し、体に気をつけてと声をかけ、松の間を後にされました。新型コロナの影響で受賞者を招いた茶会は開催が見送られてきましたが、今年は懇談の場が設けられます。